ガブを連れてこなくてよかったの？張り切ってたのに。奴には風獄部下を探ってもらってる。紙幣が動くと面倒だからな。この手の仕事はガブが最も適任だ。ええ、そうね。それにシドが言ってたように、潜り込むのはドミナントだけでいい。万が一の事態が起こっても俺たちだけならなんとか逃げ出せる。いつか戻ろうと思ってたの。鉄王国へ。どうして？あの国にはやり残してきたことがあるから。それに自分の過去と向き合いたい。あなたのように。力になるよ、ジル。頼りにしてる。行こう。そういえば、このロザリア南部は大丈夫かしら。マーサの宿であんなことがあったばかりで。そうだな。ポートイゾルではまだ遠い。近くの人里で話を聞いてみるか。この先にアンバーという村があったはずだ。そこを目指そう。昔のロザリアならこんな恐ろしいことは起こらなかったのに。し、滅多なことを言うんじゃないよ。なんだ。いいな。奴らをかばい立てすれば、俗領総督府の存意により貴様らを粛清する。我々は俗領ロザリアの汚れを排除するものである。肝に銘じよ。承知いたしております。村の者にも言って聞かせますので。黒騎士、こんなところにまで。何があったのかしら。連中に睨まれたら。何をお探しで。どうぞごひいきに。なあ、見たかい。何のことだ。さっきの兵士さ。あれがきっと噂の黒騎士様に違いないよ。貴重なお姿を拝見できて幸せだな。そいつは良かったな。何でもこの辺りに逆賊が潜んでないか調べてるんだって。俺がそいつらを見つければ黒騎士様に褒めてもらえるかな。黒騎士様、かっこよかったな。
ポートイゾルデ前に難民が押し寄せてるらしいけど、町の中に入れてもらえないって話よ。ここは何もない小さな村だ。よそ者が来ても面白いことはないぞ。兵隊さんと悪い人探す。危ないからうちにいなさい。もし何かあったんですか？ああ、俗領総督府に立てつく逆賊が現れたんだと。奴らの住処を探すのに軍が出てきたみたいだ。あんたら旅の人だろ、何か聞いてないか？いえ、特には。そりゃ残念。誰か詳しい話を知らないかな。さっきの黒騎士は逆賊を探してるみたいね。もう少し話を聞いた方がいいだろう。話を聞かせてくれるか？なんだい？ここを訪ねていた黒騎士のことなんだが。そこの旅のお方、私はこの村の長を務める者。お二人に無礼を承知で申し上げる。どうかこの村から早く出て行ってくださらんか。訳を聞いても。今のロザリアは俗領総督府のもと厳しい状況にあります。どんな些細な理由で村が滅ぼされるか分かりません。あなた方のようなよそ者がこそこそと嗅ぎ回れば、それだけで目をつけられかねないのです。そうなったら最後、総督府を滑るアナベラ様は直属の配下である黒騎士に村を襲わせるでしょう。お願いします。イーストプールの二の舞にはなりたくないのです。わかった、邪魔をしたな。やはり黒騎士は母上の差し金だったか。だがこの村は総督府を恐れているようだった。奴らに平伏していれば襲われることもないだろう。民を恐怖で縛るなんて。ジル、どうかしたのか？ごめんなさい、昔を思い出していただけ。大丈夫よ。それにしても黒騎士が探している逆賊が気になるわ。奴らの目的を考えればベアラー絡みだろう。もしかしたらこのロザリアにはマーサの他にもベアラーを保護している連中がいるのかもしれない。協力者として迎え入れることができればありがたいが、ここであれこれ考えても仕方がないな。今は先へ進むとしよう。ええ、そうしましょう。山道が続いているようだ。ここから魔物も多くなりそうね。気をつけていきましょう。これは以前地下遺跡で見た異物たちか。この5年で動き出す異物が増えてきたみたい。クソ、ただでさえ魔物もいるっていうのに。ボルグ、すぐに終わって。
クライブ、これって血だ。まだ新しい。おい、そこで何をしている？黒騎士、我らに刃を向けるとは。さては貴様らも種火の守り手か。ならばこの場で粛清するまで先に行った仲間とは隔離を出会うといい。我ら残夜を担う者、国営に近い来たる千年王国の憂いを断つ。来るぞ。お前たちを勝手にはさせん。
種火の守り手と言っていたな。それがお前たちが探している連中の中、逆賊め、知れたことを。貴様らが逃亡を手引きしたベアラーどもはすでに粛清したオールドヒル通戦所に行ってみろ。あれが我らに立てついた報いだ。クライブ、この先の集落だ。まさかこれも母上が。こんなの人がやることじゃ。そうだな。何がここまであの人を。一体クライブ、母上とは全てのケリをつける。いつか必ず。先へ急ごう。ジル、この人たちを。分かってる。後でちゃんと弔いましょう。ポートイゾルでは大丈夫かしら。もうすぐビュイット大橋か。その先はロザリス城だが、立ち入ることはできまい。
あんたらオールドヒル造船所の様子はわかるかい？実はちょっと前にあそこから血まみれの黒騎士たちが出てきたんだ。ただごとじゃないとは思ったが、おっかなくて様子なんて見に行けなくてな。橋はすぐそこだってのに、どうしてロザリスに入れないだと？これじゃ生きてけやしない。この先はザンブレク公国属領のロザリス城である。こんなところに掘ったから難民か。どうやってこんなところに。父さん、お腹すいた。あのお屋敷のあたり、確かラザロ街だったかしら。ああ、あそこはロザリス貴族の保養地だったところだ。華やかな町だったが、門は閉じてるか。今は先を急ごう。見えてきたぞ。あの城門の先がポートイゾルテだ。通してくれ。子供たちに食べるもの。どうかご慈悲を。アナベラの犬どもが。いつまで俺たちを無視する。どうか我々にもご慈悲を。うるさい、ケミン夫人が。下がれ、いいから下がるんだ。貴族のやつばかりずるいぞ。俺たちにもクリスタルを焼かせよ。この人、下がれ下がれ下がれ。ケミンど、さっさと帰ると言ってるんだ。お前殺されたいのか。やってみやがれ。正面から入るのはやめた方がいいな。他の手を探してみよう。あの難民たち、ポートイゾルデは完全に門を閉ざしているか。あれじゃ簡単に入れそうにないわね。クライブ、何か当てはある？そういえば昔バイロンおじさんが言ってた。あの町には戦時の脱出路として使う地下通路が用意されていると。確か前を通ったラザロ街につながっているはずだ。もう錆びれてしまって人が住んでいる感じがしなかったわ。今ならその通路を探せるかもしれない。よし、行ってみよう。ポートイゾルデは黒騎士に襲われていないようね。ああ、ひとまずは安心だ。随分様変わりしたな。昔は花が咲いて綺麗だったのに。
誰かいる。おい、侵入者だ。野党か、面倒だ。貴様、その剣技は一体どこで習った？お前たちが知る必要はない。うわ、フェニックスの炎。そんな、まさかクライブ様なのですか？クライブ様、ご無礼を。お久しぶりでございます。ウェイドにございます。ご存命であられたとは。ウェイド、よく生きて。場所を変えましょう。それではあなた方が。ええ、ロザリアを取り戻すため集結した広告騎士の生き残り。それが我々種火の守り手を名乗る者たち。とはいえ、俗領総督府に真っ向勝負できるほど我々の戦力は大きくありません。ですから、これまでは秘密裏に抵抗を繰り返してきました。それに加え、保護したベアラーたちを粛清から守るためうまくかくまっていたつもりだったのですが、奴らに知られ、オールドヒル造船所はやられた。黒騎士め、見せしめのような手段に出るとは。なぜ母上はベアラー粛清を、黒騎士なんて作ってまで。ベアラーを疎んでいたのは知ってるが、それにしたって度が過ぎている。タガが外れたとしか。イーストプールの一件で目障りならば消せばいいと気づいたのでしょう。ここの駐屯兵が過激になったのも俗領総督アナベラの命によるものです。信仰シルベストルとの間に子を設けてからというもの、ベアラーへの固執が強くなったように思えます。あの女アナベラは自分の子が滑る国家から不要なものを取り除きたいのかもしれません。そんなことで。ウェイド卿、黒騎士に動きあり。大橋付近に本衛隊です。よし、支度だ。急がせろ。
黒騎士の主力である本衛隊に打って出ます。このままではさらなるベアラーの血が流れかねない。彼らのために我々が表に立たなければ。俺たちも戦おう。ここまで旅をする中で黒騎士の非道なやり方を目の当たりにしてきた。母上の命によるものなら、それは俺の戦いでもある。私も民を恐怖で縛る総督府を見過ごせないから。クライブ様、ジル様、御意に。お二人と戦えることをこのウェイドは誇りに思います。必ず勝ちましょう。ウェイド卿、どうかよろしく頼む。ええ、任せてください。支度を終えたらウェイド卿に作戦を聞こう。ええ、分かったわ。そうしましょう。オールドヒル造船所に散ったが。ウェイド卿、こちらの支度はできた。作戦を聞かせてくれ。我々はこのままビュイット大橋へ移動、広場に駐留している本衛隊を襲撃します。先ほど仲間の何人かを周辺に展開する黒騎士の陽動に向かわせました。これで奴らとの戦いが始まっても援軍の到着は遅れるでしょう。本衛隊は精鋭揃いですが、部隊は小規模。お二人がいれば我々だけで打ち破れるはずです。随分な頼られようだ。正直に言うと、クライブ様とジル様のお力添えがなければ種火の守り手総出で玉砕覚悟でしたよ。そういう無鉄砲なところは昔のままだな。ウェイド卿、ベアラーの埋葬のためオールドヒル造船所へ出立します。ご苦労、丁重に頼むぞ。はは。ありがとう、ウェイド卿。彼らをあのままにしておくのは忍びなかった。では我々も行きましょう。狙うは黒騎士の主力本衛隊。ああ、奴らを倒す。ライブ様、ご武運を。これまでも黒騎士の見張りを。ええ、できる限りは。ですが我々の存在が知られてからは奴らに追われる身に。今回の作戦はそれを逆手にとって自分たちを餌に本衛隊をおびき出したというわけです。乱暴しやがる。間もなくビュイット大橋に。お二人ともお気をつけください。なんだお前は。黒騎士の本衛隊だな。ここで消えてもらうぞ。我らに盾つくとは愚かな。そうか、お前たちが種火の守り手か。自ら出てくるとは、探す手間が省けたわ。ここで粛清してやる。クライブ様、ウェイド、ジル、行くぞ。総員、種火の守り手を粛清せよ。
約束どもを生かして返すな。我ら残夜を担う者、国へに近い来たる千年王国の憂いを断つ。逆賊め、我が英邦に散れ。勝ったわね。ああ、なんとかなったな。クライブ様、ジル様、お二人のおかげで本衛隊を撃つことができました。心から感謝いたします。これでしばらくは黒騎士もおとなしくするでしょう。
俗領総督府の動きも鈍くなるはずです。だがこれで終わったわけじゃない。奴らを撃ったところで所詮は軍の一部隊だ。いずれまた再編されるだろう。ええ、そうですね。ロザリアは今闇の中にあります。恐怖と苦しみが多くの民を苛んでいる。敵は強大で、我々の小さな力だけではその闇を払いきれないかもしれません。だからこそこれからも戦い続けます。今度は種火の守り手の名を掲げて、まだ不死鳥の火が残っているとロザリアの民に希望を持ってもらえるように、そしていつの日か闇を消し去る大きな炎になることを信じて。ウェイド教、さて派手に立ち回りましたからね。ここも直に衛兵が駆けつけます。ひとまずラザロ街へ戻りましょう。しかし種火の守り手がおじさんとつながっていたとは驚いたよ。ええ、バイロン様には以前から支援をいただいています。こちらこそラザロ街にいらっしゃった目的が地下通路をお探しになっていたとは思いませんでした。その地下通路を行き来してポートイゾルデとやり取りをしているだなんて。難しい立場のお人ですから、それでも俗領総督府の監視の目を盗んでは奴らと戦うために尽力されている。ですがクライブ様、バイロン様をお尋ねになるようでしたらご注意なさいませ。あのお方はあなたが亡くなったものと思っておられる。そのためお心を閉ざされてしまった。私が仲介したところで信じていただけるかどうか。俺が力を借りられるのはあの人ぐらいだ。何とかしてみせるさ。クライブ様、これを。我ら種火の守り手が常にあなたと共にあるという証です。心強い、感謝する。お二人とも本当に立派にご成長なされた。タイラーにも見せてやりたかったですよ。さあ、地下通路はこの先です。こちらからどうぞ。ありがとう、ウェイド教。何かあればいつでも協力する。伝達手段は追って知らせよう。はい、お待ちしております。のおかげ？なんだかやけにすんなり通されたけど。今にわかるさ。賊を懐に招き入れて自ら仕留める、おじはそういう人だ。貴様か、老いの名を語る不届き者は。残念だったな、クライブはとうに死んだ。
愚かな賊めが、今すぐその首かっ切ってやる。貴様、何の真似だ。この我こそは聖騎士クランダル・キャメロット。聖女シビルが首都、遠からん者は音に聞け、近くは寄って目にも見よ。マドゥ、邪悪なる呪術師よ、神聖なる誓いのもとに貴様の首をもらい受ける。今々しき聖女シビル、死してなお我に盾つくというのか。よかろう、我が呪術の力をもって天井より奈落の底へと引きずり下ろしてくれる。さすがおじさん、魔導役はあなたが一番だ。ハハハハ、クライブ、わしの甥っ子が生きておったぞ。聖女と使徒、お前はいつもあの場面ばかりやって、そのせいでわしはいつも悪役よ。お願いがあって参りました。ラダフォード、食事の支度だ。急いでな、最大級のもてなしを。おじさん。クライブ、お前とは積もる話もあるんだ。飯と酒がなくては始まらんだろうが。ほれ、座れ。ラダフォード、急ぐんだぞ。お前たちも粛清の跡を目にしたのか。彼女のアナベラの凶行は今に始まったことではない。ここ最近はひどくなる一方だ。あれの振る舞いは常軌を逸している。もう人ではない、まるで獣だよ。獣。わしも一応はこのポートイゾルデを治める身だ。表だって立てつくことはできなかった。裏でウェイドたちを支援するのが精一杯でな。ウェイド卿からおじさんのことを伺いました。危ない橋を渡って来られたと。あれから20年余り、兄上の志したロザリア公国はもう存在しない。そのことが残念でならないよ、クライブ。さてさて、ドレイクブレスへ向かう船が必要なんだったな。荒海を越えるために支度をせねばならん。大急ぎで用意させるとしよう。信じてくださるんですか、これまでの話を。マザークリスタルか。はあ、突拍子もなくて信じる方がどうかしとる。だがクライブが話したことは真実だ。それは間違いない。ならば叔父として可愛い甥に力を貸すさ。なぜ真実と。お前には嘘をつく時の癖があるからな。そうかい。そうかもね。おいの名誉のためだ。どうかこれからも気づかんふりをしてやってくれ。それでもまだ信じられん。
お前があの滞在人シロだったとは。アリシヒの好青年も今ではすっかり悪党か。ならわしも今日から悪党の一員ということだ。さてドイツをぶん殴ってやろうか。ラザフォード、武器の用意も急げよ。血がたぎるわい。頼むぞ。こんなところにいたのか。いい船だ。これならおそらく3日もあればドレイクブレスにたどり着ける。どうかしたのか。獣。鉄王国に囚われていた時、奴らの言われるがままに戦った。従うしかなかったわ。命令に逆らえば必ず誰かが殺されたから。だから私は人形になった。命の重みなんて知らない。ただの人形なんだって自分に言い聞かせた。何度も。何も考えなくて済むように、何も感じなくて済むように。そしたらいつの間にか当たり前のように人を殺していたわ。私こそただの獣だったのよ。ジル。私は人でありたいの、クライブ。あなたといたいから。自分の意志で歩む道を選んでいきたい。そのために私はやり残したこと、自分の過去に決着をつけなきゃならない。俺が支える。俺が辛い時君がそうしてくれたように。ありがとう、クライブ。その時にはきっと、今度こそ人として生きていけると思う。だが決して無茶はしないでほしい。一度戻るとしよう。船が用意できるまでまだしばらく時間がある。ドレイクブレス、鉄王国か。一度リビアンから話を聞いておこう。